高血を認証、ご用件を受けたまわります。了解。シルクスの塔のスリープモードを解除。全区画に対し個体名エリディブスの呼び出しを行います。地下深層機関動力集積部にて反応あり、疑似映像投影します。ああ、私は夢を見ていたのか。美しくて優しい日々のだというのに。まさか君に起こされるとは。何をどうしたらこんな事態になるんだ。おかげさまで世界を見渡すことはおろか、ゾディアークとのつながりさえ感じ取れない身だ。説明がないとわからない。ついにゾディアークが捧げられた皆の魂も帰ったということか。再び終末が訪れてしまったことには当然思うところもある。だがそれは明日を得た君たちが対処すべき問題だ。一方でその発端となったのがファダニエルだったのなら、エリディブスとして責任を果たす必要があるだろう。君が最後に焼いてくれたおせっかいのおかげで14人委員会についての記憶は多少なり保管できている。知っていることを伝えるくらいはやぶさかではないという話だ。謝罪をされたところで決した勝敗は覆らない。君はゾディアークを世界の敵にしなかった。その対価を得たとでも思っておくといい。しかし何を話したものか。終末そのものについての認識は君が調べてきたことと大差がない。天脈が薄い地域から星が腐り落ちていく、その法則に気がついたのは、そう、ファダニエルだった。無論君が会った今のファダニエルではない。終末当時その座についていた男、いわばオリジナルの方だ。彼は誰よりも早い段階から終末の現象を明かし、対策を練ることに心血を注いでいた。あの執念と彼の有した天文の知識があってこそ、天脈と終末発言の関係が分かったんだ。今のファダニエルも別人とはいえ彼の魂を継ぐものだっただろうに、それが自ら終末を望むとは遺憾だよ。エルピス？確かにそれは私たちの時代にあったものだ。もっとも私が知るのは花の名前ではなく、ある場所の名前としてだが、エルピスは創造魔法で生み出された生物の実験場だった。そこで生態を調べ、認可された種だけが世界に解き放たれたんだ。そしてもう一つ、
先の話に出たオリジナルのファダニエルが14人委員会に入る前、そこの所長を務めていた。その頃の座につく前の彼の名はヘルメスという。とはいえ、それらの事実と終末の関係性はわからない。君が持ってきてくれた記憶のクリスタルはあくまで14人委員会に関するもの。就任前の情報には乏しいんだ。エルピス自体もかつての終末で壊れ、残骸すら残っていない。何か被された事実があったのだとしても、君が言って暴くことは。いや、君はエルピスにいた。私はそれを見た覚えがある。おかしい、そんなはずはない。この記憶の断片は何だ。これはどうしてこんなにも。すまない、記憶が混濁したようだ。だがおかげで一つ思いついた手がある。君が過去のヘルメスが所長をしていた時代のエルピスに行くという手だ。水晶光の記憶を垣間見た私にはこの時空を超える塔の制御法がわかる。それを応用した彼の召喚術も以前使ってみせた通りだ。加えてあの時君たちは私を私の集めた力ごと封じた。おかげで動力は豊富に蓄えられている。もって君を過去に飛ばすことが可能かもしれない。行くべき時代、行くべき場所も明確なのだから。ただし、あれはあまりに遠い過去だ。これだけの条件が揃っていても、しっかりとした門は開けないだろう。向こうにたどり着いた君は、かつて私が召喚した光の戦士たちよりも、さらに希薄な状態になるに違いない。おそらく、誰の目にも見えないし、声すらも届かない。余震場干渉できたとしても、君がやれるのはせいぜい見聞きすることだけだ。根本的な解決は望めないだろう。なぜなら君が帰ってくるここはあくまで終末が起きたという歴史をたどった世界。過去で何をしたところで悲劇をなかったことにはできない。今の苦しみをなくしてはくれないんだ。それでも行くのか。敵であった私に命を委ねてまで。わかった。ならば私も調停者の最後の責務として君を送り届けるとしよう。指示は出すから君がそれを操作してくれ。今の私では権限がない。まずは塔に蓄えられたエーテルを時空転移魔法の構築に回す準備だ。よし、それで準備は完了だ。間もなく門が開く。星見の間の方に移動してくれ。
いい調子だ。エーテルも順調に流れ込んでいる。これなら私の魂も含めて使い切ってくれるだろう。何を驚く。言っただろう、これが最後の責務だと。ゾディアークが散った今、私がここで長くまどろむ理由はない。私は帰る。そしてまた会いたい人たちがいるんだ。夢ではなくて大地の上で。だから振り返らずに行くがいい。君が光の戦士なら。ハイデリンよ、私は先に行く。真なる者、古き人も、残すところは君だけだろう。最後の一人は一番寂しい。その役回りを譲ることがゾディアークからの意趣返しだ。残された者の意地で、君と新たな英雄のやり方で、この星をどうか。
はい、到着。ここがお目当てのエルピスだよ。おや、あなたは直接いらっしゃるのは珍しいですね。何かご用事ですか？うん、ちょっとね。しばらく滞在させてもらうけど、問題ないかな？ええ、もちろん。通例通り、外からの来客者だとわかるよう、仮面は外していただきたいですが。身元など、仮面をつけたままでもすぐわかるだろうに。まあ、君の場合はね。だけど、規則には従ってあげないと、彼らが困っちゃうよ。これでいいな。ご協力ありがとうございます。どうぞお進みください。ねえ君、それ、見えてるでしょ。見えてない。私には何も見えてない。そんなわけないでしょ。ほら、薄くてちょっと分かりにくいけど、魂の色がアゼムとすごくよく似てる。もしかして彼が作ったものかな。使い魔だとしたら魂持ちなんて珍しいね。知るか、あいつ関連なら厄介だ。似て異なるものならさらに厄介だ。結論、関わらないに限る。さあ、行くぞ。何か訴えようとしてるみたいだけど、これじゃあ会話もままならないね。君、少し存在を補強してあげなよ。どうせ魔力余ってるでしょ。お前、人を何だと思ってるんだ。もちろん善良なる親友だと思う。こうして遠路はるばる付き合ってるんだから、頼みの一つくらい聞いてくれるに違いない。おい、目を閉じていろ。さもないと酔うぞ。もう目を開けてもいいぞ。おや、大きさまで調整してあげたのかい？
元のままだと話しにくいだろう。もののついでだ。君ってば気が利くね。補強の方も綺麗にできてる。言うことなしだ。ということで、はじめまして。私はヒトロダエウス、創造物管理局の局長さ。隣にいるのがエメトセルク。正真正銘、14人委員会の一員だよ。君の名前は？言葉、わかるかな？いいね。会話ができるなんて優秀だ。私もそう呼ばせてもらうとするよ。それで、君はどこから来たの？あれだけ不安定だったんだ。ここで想像されたものではなさそうだけど。わからない。あるいは、答えられないのかな？よし、じゃあ質問を変えてしまおう。君はどうしてここへ？何をしたいんだい？驚いた。私たちと同じだなんて。ねえ、やっぱりアゼムの使い魔なんじゃない？本当は一緒に来たかったとか。もしそうだったら自力で乗り込んでくるだろう、あいつの場合。おっしゃる通りで。失礼したね。私たちは魂の色が見えるんだけど、君のそれが友人の色によく似ていてさ。加えて目的まで一緒だったものだから早合点してしまったんだ。私たちはここの所長であるヘルメスと話をしに来た。加えて彼の働きぶりを知るためエルピスを見学したいんだ。厳密にはそれはエメトセルクの目的で、私はただの案内役なんだけど、仕事上ここには何度か来たことがあるからね。ということで、よかったら君も一緒に来ないかい？勘違いのお詫びに案内するよ。おい、そんな素性も得体も知らないものを公務に連れて行けるわけがないだろう。いいじゃない。怪しいと思うなら余計にそばに置いて見ておかないと。それに不思議な生き物を連れているなんて、ここじゃむしろ当たり前さ。ようこそ、創造生物たちの実験場、空の果てのエルプシへ。この気配。さて、どんな事実が待っているやらだ。